さあ本日は鬼滅の刃柱稽古編そして無限城編に関する最新情報をすべてお届けしていきたいなというふうに思っております。高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さあ皆さんぜひとも最後までご覧ください。さあじゃあまずねタイトルから回収していきましょうか。これらすべてですね、海外のリークによって明らかになった情報ですね。そして未だ公式からまだ告知がないため、それらすべての情報が未確定となっております。29日にでかいイベントっていうのがあるので、まあ、それらすべての情報がねついに明らかになる可能性っていうのがありますね。さあじゃあまずね柱稽古編の放送日なんですけども、海外のリークによると2024年の春から放送開始でしたねと。まあこれねかなり現実味っていうのが増してきましたよね。まあ年末までに情報が出る場合、まあおそらくこのあたりでの放送となりそうです。さあそしてね、まあ、全9話という、まあ、リーク情報もありましたが、まあ、これに関してはまあね、分かったら嬉しいなぐらいの感じですね。まあさすがに、まあ、そこまでの情報っていうのはまだね、まあ、明らかにはならないんじゃないかなと思っておりますね。さあそして、まあ、最後一番気になるのが、まあ、無限城編の映画化だよね。まあさすがにこれはまあ明かされるには早すぎる気はするんですけども、まあ、やっぱりね、実際映画化するのかとか、とっても気になるポイントではありますよね。まあ、無限城編の情報っていうのはまあさすがに早い、気がするんですけどもね。はい。さあそれでは今月のイベントであります町遊びボリューム27のすべての情報が出揃ったのでまとめていきたいなというふうに思います。はい、ということでまず町遊びとはですね、 U4 テーブルさんが主に企画している徳島県で開催される鬼滅の刃の最新情報が必ずと言っていいほど発表されるイベントとなっておりまして、そんなクライマックスイベントが来週の10月の28日そして29日に開催されます。さあそれではですね、鬼滅の刃の関連イベントを時系列順にすべてご紹介していきたいなと思います。さあまずはですね、10月の28日の土曜日5時からですね、鬼滅の刃劇版&挿入歌スペシャルライブが開催決定となっております。鬼滅の刃を音楽で振り返るスペシャルライブということで、まあこれに関してはね、もう本当に豪華すぎる、まあ、イベントが、まあ、初っ端から来るなっていう感じなんですけども、まあオンライン配信はあるんでしょうかね。まあね、現段階では決定しておりません。さあそして続いてが、10月の29日の日曜日ですね。まずは10時から鬼滅の刃目指せ最強大使スペシャルステージがなんと開催決定でございます。はい、でこちらではですね、おそらくゲームの最新情報っていうのが、まあ、解禁されてくるんじゃないかなと思っておりますね。でそしてそんな出演者が鬼頭あかりさんと原口大樹さんとなっておりまして、まあ、だいぶ豪華なメンツでの、ご紹介となりそうですね。はい、さあそして続いてがですね、12時からなんとですね、テレビアニメ鬼滅の刃刀鍛冶の里編ステージが開催となっておりまして、さあそんな出演者がですね、花江夏樹さん、鬼頭あかりさん、川西健吾さん、岡本信彦さんとなっております。いやーここね本当に豪華すぎるよね。でおそらくですね、まあ、ここにて、まあ、鬼滅の刃柱稽古編に関する、まあ、どでかい情報っていうのが、まあ、解禁されてくるんじゃないかなと、まあ、思っておりますね。まあ、昨年よりも、まあ、10分間ステージが長くなっているので、まあ、その分、まあ、そこで情報っていうのが、まあ、解禁されそうです。いやー、ワンチャンね、新予告 PV、
まあ、というかテレビアニメ、鬼滅の刃柱稽古編の第一弾 PV が、まあ、解禁されるんじゃないかなというふうに思っておりますね。さあ、そして、まあ、最後のスペシャルステージなんですけども、なんと決定いたしまして、こちらとなりました。はい、4時半からですね、エメさんの、スペシャルライブが開催決定となりました。いやー、なんとね、まあ、今回ちょっとこう予想とは全然違う形になったんですけども、まあ、エメ、ライブイン街遊びということで、いやー、すごいっすね。エメさんが、うん、徳島県の、まあ、あの小さいステージなんですけども、まあ、そこでね、なんと、ライブをね、開催すると、まあ、いうことで、なんと閲覧無料なんですよね。いや、これが本当にすごいなと、まあ、思いまして。で、もちろんですね、今回、エメさんっていうのは、テレビアニメ、鬼滅の刃からの出演ということで、まあ、残響参加で、そして朝が来るをね、まあ、歌ってくれるのかなと、まあ、いうふうに思っております。またですね、他のアニメ、フェイトの主題歌とかも、まあ、歌ってくれるんじゃないかなと思っておりますね。まあ尺的な都合上、うん、本当に素晴らしく、まあ、たくさんの歌を、歌ってくれるんじゃないかなと思います。いやー、なんかね、今回本当に予想とは全然違う、ステージの開幕となりましたが、まあ、なぜかエメさんが呼ばれたということで、まあ、その理由っていうのが、まあ、おそらくなんですけども、まあ、柱稽古編の主題歌担当になるのではないかなというふうに思っております。まあ、やっぱりね、うん、残響参加であんだけ盛り上がっておいて、うん、エメさんの復活がないのは悲しいですよね。うん、ということで、まあ、柱稽古編の、まあ、主題歌担当への伏線となっているんじゃないかなと思います。まあ、今回、ホームページの方には、街遊びを、まあ、振り返るというか、うん、締めくくる、まあ、ライブとなっているので、まあ、エメさんの主題歌担当っていうのが決まってもおかしくはないのかなと思いますね。はい。で、そして今回またですね、鬼滅テレビと街遊びの同時中継っていうのが決まっていないんですけども、まあさすがに、まあ、この内容はオンライン配信で、うん、やってほしいですよね。まあ豪華すぎる内容となっているので、もう本当にさすがにね、うん、これは、うん、オンラインでやってほしいという内容なんですよね。はーい、ということで、10月の29日の日曜日まで、残りわずかと、なりました。昼の11時から、のじち TV も、まあ、生放送するので、ぜひ、10月の最後をお楽しみください。いやー、本当にね、生放送も楽しみですね。ついに、柱稽古編の最新情報は来るのでしょうか。いやー、めちゃくちゃね、もう本当に楽しみな来週となりましたね。さあ、それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。うっばー。